イダゼンクのプッシュに詳しい皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日なんですけども、最高気温の予想がね、今日も38度だったかな。めちゃくちゃ暑い予報なんで、まぁ、ちょっと、涼しい車内からね、クーラーを効かせた。まぁ、今切ってるんですけど、音入っちゃうんで、まぁ、涼しい車内からちょっとお届けさせていただいてます。ご了承ください。というところでね、本日はなんですけど、プッシュ。これをね、先日、動画公開させていただいたんですよ。プッシュの動画ですね。プッシュがダサいみたいな動画公開したところ、本当にねありがたいことにいくつかコメントをいただきまして、まあダサい理由っていうか、こうしたら改善できるんじゃないかっていうコメントを本当いくつかいただきまして、でその中で一番多かったのが、足と、なんだ、デッキとその蹴り足の位置がすごいずれちゃってる、これが一番大きい理由なのかなっていうところで、これは本当にね何件もいただいたんですよ。ありがとうございます。あとは、まあ、かっこいいプッシュっていうのは、やっぱり、だるい感じでやる。で、あとは、こまめに足はつかないと。もう、ゆったりやるのがかっこいいんだよってことをね、教えていただきました。確かね、そんなとこだったと思います。ちょっと今からコメント確認して、確認しますね。ちょっと今見てるんですけど、まあ、一番しっくりきてるランニングプッシュはいいと思います。とか、必死で漕いでる感を出さずにゆったり足を動かす。まあ、これ脱力と同じですかね。あと、ちまちま足つかないと。ゆっくりやる。っていう感じとかね。やっぱ脱力って言ってる方も結構いますね。やっぱり足の位置っていうのが一番多いコメントですね。まあ、そういったアドバイスいただいてるんで、まあ、今回3点かな、ポイントとしては。足の位置をすごい近づけるっていうのと、あと脱力。で、まあ、ゆったりやる。この3ポイント。これを意識して、ちょっとプッシュ改善するか、やってみようと思います。とりあえずね、アップしてから練習していきます。やってきます。まあ、思わずね、いつもの癖でアップしてからって言っちゃったんですけど、まあ、プッシュなんで、そこまでアップすることないですね。ストレッチだけして、今からやってきます。こんな感じできてる、できてんのかな。あと上半身の動きもちょっと教えてもらいたいですね。なんかグイーンっていった方がいいのか、上半身あんまり動かさない方がいいのかっていうのがちょっと分かんなくて、ちょっと映像多分今流してると思います。ちょっと見てください。ちょっと個人的にはすごい上半身が上下してる感じなんですけど、これ上下させない方がいいんですかね。ちょっとさせずに一回やってみます。
どう、どっちがいいんだろう。個人的にやりやすいっていう方は上半身を上下させて動かした方がやりやすいっすね。うん、ただちょっと上半身意識したら、なんだ、右足つくの早くなってましたね。もっとダラーンとやっていい気はしてます。はい、で、まあ、ちょっと足元がやっぱりね、距離が出ちゃうんで遠くて見にくいと思うんで GoPro で撮影します。はい、ということでね、めちゃめちゃ軽くだったんですけど、やってきました。まあ、皆さんのアドバイスをね、形にしたっていう感じになります。どうでしたでしょうか。これでね、もしまたなんかね、気になる点があれば教えてもらいたいんですけど、まあ、特に上半身とかね、の動かし方とか、足もなんかもっと先の方からついた方がいいとか、腰落とした方がいいとか、まあ、ちょっとね、そういうことが分かれば教えていただきたいなっていう感じです。まあ、プッシュをうまくできる人はいない、ほとんどいないみたいなコメントもね、いただいて、言われてみればそうだなっていう感じで、プッシュをね、この真剣にやってる人ってなかなかいないと思うんですよ。なんでね、まあ、ちょっと僕はプッシュに興味が出たので、真剣にね、練習もプッシュも意識して、もうがっつり練習するっていうよりは、まあ、1回1回のプッシュで意識して、今コメントいただいた、先ほど前回の動画でコメントいただいたことはもう意識して、今後も続けていこうかなっていうふうに思ってます。なんでね、今回もね、もし何か気づいたことがあれば、いろいろコメントしていただければと思います。というところでね、本日の動画は以上になります。よかったらお父ちゃんチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。本当にアドバイスしてくださった方、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。